やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい。では、今日一問目です。サッカークラブ、栃木シティフットボールクラブは3年以内に J リーグに昇格できるか、イエスなら今年なのか、ノーなら5年以内ではどうか。気になって夜しか眠れません。私はもう夜も昼も寝ちゃうよ。眠くて。さて、これ、もう最初から5年以内にって聞いて、そうしよう。3年以内ならととかじゃなくてさ、伸ばすのじゃなくて、5年以内にして、1,2,3,4,5 って、5年以内ならいつって、ここでノーって出たらノーだし、5年以内に昇格しますか。こういう名詞がさ、長いやつはさ、サムネイルとか、ちょっと厳しいかな、うん。そう、なんかね、全部入れられなくて、省略することが多々あります。すいません。厳しいかな。ズバッと出ました。5年以内、かなり厳しい。ただ5年目にいいカードが出てるので、どうしようかな。三角で、5年目はあるかも。三角5年目みたいな。うん。1、2、3、4年以内はちょっと厳しそうかなって出ました。はい。続いて、ひまそらあかねさんの本を販売中止にしたとアニメイトを脅迫した犯人は捕まるか。ほう。なるほど。そんなことがあったのね。脅迫ね。私も、ごくまでに、ごくたまに、来ますよ。かっこいいけど。来ます、うん。ただ、そうだな、ガチの、なんだろう。正常な人って言ったらあれだけど、なんか、うん。普通な人は、なんか、脅迫してるんじゃなくて、ちょっと、うん。そう。病的かな、みたいな。うん、何を言ってるかちょっと支離滅裂みたいな感じの脅迫はメールできたりするよ。大変ね。こういう仕事って大変ねって。そうよ。そういうのもいろいろ、あ、たまきも来るんだとか思いながらこうね、こう優しく接してくれると嬉しいなって思ったりする。いや、お前が好きでそういう仕事してんじゃん、みたいなね。言われると、まあ、それはそうなんだけど。はい、1、2、3、4、5。ズバッと出ました。まず、キーのカードが厳しそうなの、審判の逆だから。なので、イエスっぽいのは2?2。いや、2。いやー、でも、それを言ったらここもあれでしょ?ちょっと厳しいんじゃないかな。6にね、冤罪の人が罠にかかって捕まるみたいな。あと、全く捕まらないもん、うん、タワーの逆。そうだな、なんかこれはなんか違う気がする、この死神の逆、ポツンでここだけ。うん。1,2,3,4 は違う気がして、5か6かな、全く捕まらないか、全然関係ない人が捕まっちゃうかみたいな。キーのカードの審判の逆から見ると、そうだね。5か6で、はい。続いて、岸田総理、北朝鮮から招待されているか、金正恩と対談するか、拉致問題で成果を上げるか、4、橋渡しをする闇の組織が動いているか、5、今後支持率は上がるか、また上がったね。また、すごい下がってたのに 20% 台にまた上がったらしいよ。どうしようか、5番。5番、まあまあまあ、今占った時点でさらに上がるかみたいな感じで。
さて、岸田さん、招待されている正義、対談、ないかな。成果を上げる。ズバッと出ました。成果を上げるにイエスが出てるよ。拉致問題。闇の組織が動いてるか。悪魔の逆。なんだろうね。とりあえずイエスが出たやつだけ言うけど、本当って、ちょっと、疑わしいものは多いけど、番号だけ言っとくよ。134で。はい。本当かよって自分で心の中で突っ込みながら、ね。続いて、大ブレイク中の石丸市長。はい。12345。え、まだ、独身なの？結婚してないの？そうなんだ。何歳だっけ？パーってあげちゃいます。1、2、3、4、4、5？ はい。ズバッと出ました。1のって出た。2もの。3も微妙だね。4と5で。はい。4と5で。後に大きく評価されると数年内に結婚するに恋人が出てる。はい。4、5。はい。鼻くそを食べると免疫がつくと小耳に挟んだのですがね。これね、聞くよね。鼻くそを食べると免疫がつく。本当ですか？免疫がつくなりなんか健康にいいなり。どうなんだろうね。鼻くそになった時点でいいものも悪いものもいろいろ死んでそうな気がしない。なんか菌もそうだな。どうだろう。どうだろうね。そこにあるのは何かもう死んだ悪いものと、まあ良いものも仮に先にあったとしたら、それも死んでそうだよね。そのカスみたいな気もしないでもないけど。そう。免疫がつく。恋人。微妙な。ズバッと出ました。免疫がつくか。この辺はなんか、ネガティブカード。なんかそんなに強くイエスでもないけど、何かと結びつくの？私は何についてだってな。難しいよ。そんな一概にイエスとは言えない。あ、すごい、全部いいカードが出たね。イエスだよ、とは言えない。三角かな。そんなに積極的に食べるほどのものではない気もする。三角で。はい。恋人なんだろうね。なんだろう。続いて、ヤマピーの根気が知りたい。次々とドラマに出演、イエス、ノーでなくても、二人を同時に占ってくれてもいいです。占ってくださいじゃなくて、占ってくれてもいいですよ。そう。結局はヤマピーの根気でいいのね。亀梨さん、私、占ってないか。まあいいや、ヤマピーだけでいいや。ヤマピーの根気。何年単位で。今4だよね。2024で。なんか今2025年なんじゃないかみたいな頭になっちゃって、2025年問題ってずっと言ってたら、今が2025のような錯覚がしてしまって。2024、5、来年以降いいよ。すごいいいじゃん、なんか。いいじゃん。なるほどね。ズバッと出ました。すんごくいいのは、2025、6、7。あと、2029年。ここいつ結婚しても別におかしくないかも。でも、キーのカードは戦車の逆だからな。乗り気じゃない。なんだろうね。キーのカードが悪いんだ。彼乗り気じゃなくても、今期、なんか、運勢的なやつで見ると、まあ、そこでするかわかんないけど、ここでするといいんじゃないかみたいなやつで見ると、2025、6、7、9って、はい。そうね。長期間にわたっていい感じだ。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マチュール。
会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。二つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方はズバコンがおすすめです。ブライダルパートナーズさんっていうとっても成功率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。三つ目、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。四つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、新王朝の新でいい？合ってる？漢字が。読めない、やめない。なんとか大号だよ。東大号でいいのかな？違う？読めな、違ったらごめんね。死因は脳出血と言われていますが、西の大号に殺されたのか、暗殺されたのか、これは正大号でいいのかな。権力欲の強い印象ですが、タロットさんから見てどんな人ですか？まず一番目、もう漢字の読み方が、わからなすぎて、そのくらい読めよって言われそうだけど。いや、これさ、多分歴史に触れてないと、わかんない、わかんないよ、これ。本当苦手で歴史。ごめんね、わかんなくて。暗殺されたか？違うかな？そんな、なんかさ、ズバッと出ました。暗殺、運命の輪の逆？暗殺、違うんじゃない？脳出血でいいんじゃない？運命の輪の逆だから。うん。もう血管系だからね。血だから。一番脳で。で、正対号、最対号、西の対号です、それがある。は、タロットさんから見てどんな人か。もうダイアルかなだけで行くけど。どんな人ですか。ズバッと出ました。確かに欲は強いわ。悪魔が出た。で、方が逆向くと、ルールを破る人か、ルール守らない人か、もしくはガチガチにルールにがんじがらめにされる人か、正義感強すぎみたいな。どっちか極端な感じなのね。それが出てるのと、あと無鉄砲、無計画。あ、だからルール守らない人かな。ルールを破って守らない、破天荒な人で欲強いかも。明るい感じかな、でも。うん。そんな感じです。はい。続いて、2月19日。この中で今後 Apple Music で配信される曲はあるか？配信されるなら何年後になるか？ちょっと複数曲あったらそれ何年後は占えないよ。だって、7曲全部とか言われたらさ、それはちょっとごめんなさいさせて。どれか、配信される曲があるかだけにさせてください、ちょっと、今回は。いや、1曲を占うならいいけど、7個もあるんで。Apple Music で配信される曲があるか。1、2、3、4、5、6、7。はい、ズバッと出ました。イエスって出たのを言います。1、4、5、6。はい。って思うようなあれなのかしら。わかんないけど。でもこれってさ、マイナーな曲だとしても本人が配信できるんだよね。確かね。うん、続いて。何？この前のやつ？昨日私が占ったやつ？トイレを掃除すると金運が上がるか知りたかったのです。それは一回の質問の中に入れてほしかったわ。なるほどね。トイレを掃除すると金運が上がりますか？上がると出たとしたら、それは神様がそうしてくれるのでしょうか？もう一枚ずついくよ。一枚ずつっていうか、まあ、金のカードも含め。トイレを掃除すると金運が上がりますか？そう、同じ方のさ、多分2、3回前に占ってんだよ。運気が上がりますかって。それの補足占いだね。悪魔。金運は上がらない。ちょっと出ました。むしろそういう考えでやると良くないよって。金運が上がるから掃除しようみたいなことはやめようみたいな感じが出たよ。
神様は金運を上げてくれないし、上がんないよって。全部脳で。はい。欲を書いちゃダメなんだな。金運が上がりますようにって。続いて、台湾有事や戦争とかの話題とか結構ネットで騒がれてたりしますが、実はその話はメディアや日本政府はわざと大げさに騒いでるだけの説なのかお願いします。その説は本当ですか？本当は根拠はないんだけど、メディアや日本、メディアと日本政府は大違いな気がするんだけど、メディアを、いや、日本政府はわざと騒ぎして何らかの目的で、だけか。その説は正しいですか？悪魔。ズバッと出ます。ありえるかもね。ありえるかもね。悪魔だもんね。すごい。悪意を感じるよね。なんかね。何らかの。何らかので、あとマジシャンの逆も出てるしね。嘘みたいな。そうだね。これありえますね。イエスで。はい。はい。今日は以上になります。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。